東京都知事選に立候補を表明している蓮舫議員の現在の情勢が明らかになってきているとのことですが、党内や野党からの不協和音が聞こえ、早くもどうせ小池の勝ちでしょうとの声も聞こえているようです。都知事選での小池氏の現状や作戦、蓮舫議員を取り巻く厳しい状況、党内から漏れる本音など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。ついに6月20日告示、7月7日投開票の東京都知事選へ、小池百合子都知事が立候補を表明しました。東京大改革 3.0 を掲げましたが、具体的な公約は明かさず、出馬表明後の記者団のぶら下がりも短時間で打ち切りました。その背景には、なるべく選挙戦を盛り上げたくないという小池氏の作戦があるようです。一方、蓮舫氏を支援する立憲民主党など野党からは、早くも不協和音が聞こえてきています。現職都知事として公務に邁進している小池百合子本人に代わって、 AI 百合子がお伝えします、そんな文言とともに、小池氏の X に AI 百合子による AI 百合子ニュースの映像がアップされたのは、出馬表明翌日の6月13日、東京都の子供に1人当たり月5000円を給付し始めたことや、高校授業料を実質無償化したことなどを AI で生成された小池氏がニュース番組のように伝えています。全国紙政治部記者は、小池氏としては学歴詐称疑惑がさらに大きくなったり、投票率が高くなって蓮舫氏に票が流れたりすることは避けたい、12日に出馬を表明した直後も記者団の取材を数分しか受けず、学歴詐称疑惑についての質問はシャットアウトしました。あくまで選挙戦を盛り上げない作戦でしょう。現職としての公務があるといえば、選挙戦で積極的に表に出てこない口実にもなりますしね、と語っています。そんな中、永田町では小池氏が選挙戦で先行しているとの情勢調査が出回っているようです。記者は、小池氏にとって排除します発言で自身への追い風が一気に逆風に変わってしまった、2017年の希望の闘争道はトラウマになっています、とにかく余計なことをせず粛々と逃げ切れればいいと考えています、とも語っています。そんな小池氏の目論見通りか、蓮舫氏は出馬表明会見からの2週間ですでに失速しているとの見方が永田町では強まっています。出馬表明直後には、共産党が蓮舫氏の都知事選出馬を大々的に PR するビラを作成し配布、国民民主党の新馬和也幹事長が蓮舫氏や共産党とはご一緒できないなどと突き放され、連合東京も小池氏の支援に回る方針です。さらに6月2日の街頭演説で、蓮舫氏が七夕に予定されている東京都知事選に蓮舫は挑戦します、皆さんのご支援どうかよろしくお願いします、枝野幸男前代表が皆さんの力で知事に当選させていただきたいなどと訴えたことが、公職選挙法で禁じられている告示前の事前運動にあたるのではないかとネット上や国会で指摘されました。その翌週の演説では、東京都のために仕事をしていきたい、夏の挑戦を言わせていただいたなどと都知事選というワードを封印。記者団から、2日の枝野氏との街頭演説が事前運動にあたる可能性を指摘されると、政治活動の発言ですと述べるにとどめ、それ以降この話題から逃げ回っています。全国紙政治部記者は、一連の事前運動疑惑で蓮舫氏は身動きが取りづらくなった、自身が批判するときは威勢がいいが
批判されると弱い、という面を露呈しました。と語っています。こうした影響もあってか、立憲関係者も、蓮舫氏の出馬表明前に立憲が実施した調査では、小池氏と蓮舫氏は10ポイント差で、蓮舫氏は逆転可能な差と認識していました。ただ、その後は小池氏と蓮舫氏の差が開いてきているようですと、苦戦を強いられているようです。さらに、蓮舫氏は小池氏のかぶせ作戦を警戒していると言われており、小池氏は政党に準じた選挙活動が可能となる確認団体、東京をもっと良くする会を設立しましたが、これは蓮舫氏が発していた東京はもっと良くなります、という言葉と被る形になりました。蓮舫氏は公約についても小池氏から後出しじゃんけんのような形で被せられて、霞むことを警戒し、異例となる告示日当日の発表を予定しています。小池氏の動きを気にして、思うような PR ができていない状況です。と全国紙政治部記者が解説をしています。立憲議員は、失速する蓮舫氏について、蓮舫氏はもともと党内からも、挨拶しても無視される、泉健太代表を表立って批判しすぎなどと、あまりよく思われていませんでした。蓮舫氏に近い一部の議員は、蓮舫氏の当選を信じて力を入れていますが、その他の蓮舫氏と距離を置く議員の中には、どうせ小池氏の勝ちでしょ。といったしらけムードも出てきていますと、立憲内の雰囲気を語っています。さらに、立憲内では、早くも、蓮舫氏が都知事選で負け、衆院選に出た場合、参院選や都知事選と違って、小さな選挙区でのどぶ板選挙ができるのか、と、冷ややかな声も上がっているということです。そんな中、泉代表は14日の会見で、都知事選での蓮舫氏への推薦を見送り、支援に留めることを明らかにしましたが、立憲を離党し、無所属となった蓮舫氏がオール東京の名目で、立憲の推薦すら受けない形を取れば、立憲共産党批判を気にして、共産と少し距離を置いたとしても、共産が反発する理由もなくなります。泉代表が応援に駆けつけない理由もでき、蓮舫氏にとっても、蓮舫氏に嫌われている泉氏にとってもいい形かもしれませんと、立憲関係者は語っていました。ニュースを深掘り。というわけで、都知事選で苦戦を強いられている蓮舫議員について、立憲民主党内では、しらけた雰囲気が漂っているということでしたね。そのような中、蓮舫議員を支援する市民集会が、15日、立川市内で開かれ、約450人が集まりました。蓮舫議員は欠席しましたが、文部科学省元事務次官の前川喜平氏が登壇し、参選を目指す小池百合子都知事について、中身は空っぽだと厳しく批判し、出席者からは、昭和42年に共産党と社会党の推薦で当選した美濃部良吉知事を振り返り、革新都政の再来を期待する声も相次いでいました。蓮舫議員は、ビデオメッセージで、この夏、挑戦することを決めた。人生で最大の決断だった。東京をもっと良くしたい。その先頭に立ちたい。一人でも、多くのエールを蓮舫にいただけないでしょうか、と呼びかけていました。立憲民主党や共産党、国政選挙で野党連携を支援する市民連合で作る都知事選候補者選定委員会に名を連ねた前川氏は、小池氏について若い頃から有力政治家を踏み台にして賞味期限が切れたら次に行き政界をのし上がってきた。嘘と虚飾だけで大したものだ。って塗り固めて人を騙すような人は政治家としてふさわしくない。人間として支援できないと語り、中身は空っぽなのに、
素晴らしい人のように見せる特殊な能力を持っていると指摘すると、会場から笑いが起きていました。都知事選の構図については、国政の対立構造とほぼ一致する。国政は、金で動く政治をいかに変えていくかがテーマで、都政にも言える。小池さんは、様々な大規模再開発プロジェクトで大企業とつるんできたと強調し、蓮舫議員が当選した場合は、朝鮮学校無償化をやると明言し、朝鮮学校に対して補助金を一般の私立学校と同じく、きちんと助成することを実現したいと述べていました。共産都議も、裏金自民党と二人三脚の小池都政、都民の暮らしに無関心で、財界ファーストの小池都政は終わりにしないといけないと主張し、立民都議は、蓮舫議員の事務所をめぐってデマが流れているとして、蓮舫氏が怖くて人が辞めていくのは全くの事実無根だ。立民議員の中で最もホワイトな事務所だ。蓮舫さんは人情家で優しい人だと持ち上げていました。集会の終盤には市民団体がそれぞれ壇上に上がり、米空軍横田基地撤去や朝鮮学校に対する補助金凍結の解除、有害性が指摘されている有機フッ素化合物、PFAS 対策を求める横断幕を掲げながら蓮舫氏支援をアピール。閉会の挨拶に立った市民連合のメンバーは、蓮舫議員について、私たちにとって最高最強の候補者を得た。絶対に都知事に押し上げようと強調。都政が変われば、同時に、暮らしが劇的に変わった見延都政の時代をまた経験しようではないか、と訴え。最後に、参加者は、変えよう東京、蓮舫勝利、蓮舫勝利とラップ調で繰り返していました。ただ、蓮舫議員自身は、未だ公約を発表していない現状の中、共産党主導で、蓮舫議員の公約とも取れるビラが出回り、前川氏も、蓮舫議員が当選した場合、朝鮮学校無償化をやると明言し、朝鮮学校に対して、補助金を、一般の私立学校と同じく、きちんと助成することを実現したいと述べています。政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、17日、テレビ朝日系、羽鳥慎一モーニングショーに出演し、蓮舫議員が、表明から3週間、公約を発表していないことを念頭に、僕は出馬表明した際に公約を発表されるべきだったと思うと指摘。早く出せば小池氏に真似をされるからということなんですが、27日に公約を発表されていたら、随分蓮舫さんのイメージは変わっただろうと思うと述べ、また公約をいつ発表するかということは、小池さんが14日に先に言われた。それに蓮舫さんが合わせる形。だんだん小池さんペースになってきているかなというイメージになっている。蓮舫さんは小池氏より先にこの日に発表すると言ってしまった方がスカッとしたのではないかとも指摘しています。このままでは立憲民主党が推薦を見送った今、ますます共産党色が強くなり、さらに窮地に追い込まれそうですね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。蓮舫を支援しない立憲議員は何をするんや。他に選ぶ択がある立場なんか。蓮舫は参院選東京選挙区での得票数が2010年には171万票で2位に倍の差をつけてぶっちぎりトップだったが、2022年には67万票で4位と当選したとはいえ、決して楽勝だったわけではない。明らかに蓮舫の人気は落ちている。小池の方にも陰りが見られるのは確かだが、現職有利の都知事選で蓮舫が勝つ可能性は低いだろう。そもそも
蓮舫自体が勝つ気ゼロやで。あいつは衆院に鞍替えしたくて口実に都知事選を使ってるだけや。政党色を薄めたつもりが赤色が濃くなってて草。これもし落選したら次の総選挙、衆院選で共産党から出馬するんかな。蓮舫終わったんと違う。これこれじゃ落ちて次衆院選出るなら共産しかないよな。むしろ蓮舫を落とそうとしてるだろ。これ落選した後支持者が都民を終わってる扱いする断末魔が楽しみなんだが、泉もすっかり積んでるな。党内の共産べったりの連中は好き勝手やるし、支持団体の連合からはこのままじゃ党自体が見切りつけられそうだし、本当はまた枝野に返して自分は出たいのかもしれんけど、国民飛び出して立憲に来ちゃったもんだから行くとこないしな。泉代表も支持してるのか怪しいし、国民民主党は応援しないし、蓮舫を応援しているのは共産党、市民グループ、TBS テレビ朝日系マスコミくらいか。蓮舫が当選すると思ってる人、政治のセンスゼロです。共産党の支援を受けたらどうなるかなんて考えるまでもなく自明だろうに、それでも、あえて、共産党と組に行ってんだから、世話ねえわなわら。もしかして、蓮舫って、実は、都知事に当選したくないんじゃねえの？都知事選で、思う存分、他の候補に難癖つけたい放題つけまくること自体が目的なんじゃないかと思えてきたわら。まあ、泉さんは内心嫌いだろうなわら。X でも、党運営についてことあるごとにネチネチ言われてたし、しかし選挙戦が楽しみだな。表に出た分だけボロが出るという逸材だからね。神宮外苑は豊洲のようにはいかないと思うな。むしろデジャブで逆効果かと。マスコミは証拠りもなく担ぐだろうけどね。あとなんといっても事前運動という次元爆弾もあるわら。すごいのは手を組んだって感じがしないんだよな。政策も選挙運動も全て共産党主導で、完全に傀儡にしか見えないシロアリとは有名な共産票だが、今回は内側ではなく堂々と頭から飲み込んでる。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？蓮舫さん、だいぶ追い詰められてきているのでしょうか。立憲内で嫌われている蓮舫議員が落選したら、噂されている衆議院への鞍替えも復党を拒まれ、無所属か不出馬の可能性もあるような気がします。いずれにせよ、選挙が終わるまでは警察も動かないでしょうが、落選したら翼の党のように動き出すのではないでしょうか。3要件すべて該当しているのですから、これを見逃すと、今後、事前運動は完全に有名無実化してしまいます。選挙の公平性をないがしろにするのかと警察に責められないためにも、公選法違反で何らかの咎めを受けることになるでしょうね。立憲が距離を置いたのは賢明でしょう。蓮舫議員の退場は立憲にとっても望ましいことかと。我々国民としても、このまま政治の表舞台から蓮舫議員が消えてくれることを願うばかり。そう思っているのは私だけではないはずです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。